今月のイベント7月の27と28の土日両日ショーグタハマ海岸で、今回のイベントは、行います。対象としては、今まで七ヶ浜にボランティア活動に来てくださった皆様と町民の皆様が交流したイベントになるように、今実行委員として布局計画をしております。地域の、頑張る方々を、呼びして、市がこれだけ復興したんだっていうのをボランティアさんに知ってもらうきっかけ作りのイベントをですね、楽しみなのはタイムカプセルを埋めるんですよ。で、それってやっぱりその場所というか開ける瞬間が楽しみというか、タイムカプセルになんか入れるじゃないですか。そこでなんか10年後の海祭りでこれがなんか見たいねみたいな感じのを中学生小学生に言われたらなんかすごいなんか嬉しい気持ちになるんじゃないかなと思って、自分はそれが一番楽しみですね。やっぱり子供の笑顔は遠くの未来につながっていくんじゃないかなとやっぱり思うので、はい、7月27と28に勝負玉海水浴場で行われる第2回七ヶ浜海祭りは、これのメインの目玉はやっぱり勝負玉の砂を使ったサンドアートです。ぜひ皆さんお越しください。